人気アイドルグループ、ナンバーアンダーラインアイがマクドナルドの CM で大活躍。ナンバーアンダーラインアイが明かした秘密のパーティーの実態とは、春の行楽シーズンを盛り上げる新メニューとコラボ。大人気アイドルグループ、ナンバーアンダーラインアイの平野翔ガンユータ、神宮寺ユータが、日本マクドナルドの新 CM に共演することが明らかになった。 三人が揃って出演するのは初めてのことで注目を集めそうだ。この CM では、マクドナルドの人気サイドメニュー、チキンマックナゲット15ティース、ソース三骨筋の期間限定特別価格販売や、ゴールデンウィークに合わせて登場する2種類の新作ソースを PR する。平野、騎神宮寺の三人がグループで芸術性あふれる振る舞いを披露し、 ナゲットの美味しさと新ソースの魅力を印象深く訴求する。期間限定価格で登場したナゲットとソース。日本マクドナルドはチキンマックナゲット15ピースソース3個付きを24日から5月21日までの4週間限定で通常価格740円から250円引きの特別価格490円で販売する。さらに、 二種類の期間限定ソースも登場する。一つ目は、レモンハラペーニョタルタルソース。ハラペーニョピクルスの爽やかな辛味にレモン果汁をほんのり加えたピリ辛なタルタルソースだ。アクセントにガーリックやブラックペッパーも使われており、チキンナゲットをより一層美味しく引き立てる。もう一つは、たこ焼き風マヨソース。 カツオやアオサの風味を効かせた甘めのマヨソースに、生姜やガーリックを加えて大人も子供も夢中になるような和風の味わいに仕上げた。まるでたこ焼きを食べているかのような不思議な感覚を味わえる。ナンバーアンダーラインアイのグループ初 CM で最新メニューを大宣伝。CM の撮影現場には、ナンバーアンダーラインアイのメンバー3人が集結。 お互いの息の合った掛け合いと、チーム力の高さが際立つ。大型連休があったら何がしたいですかと尋ねられた騎士は即座に、野球ですね、と返答。すかさず平野が、ナンバーアンダーライン愛だけじゃ圧倒的に人数足りてないけど、平気とちゃめっけたっぷりに突っ込むなど、仲の良さが露骨に表現されていた。平野、騎士、 神宮寺の3人は、最新のチキンマックナゲットとソースの魅力を余すことなく伝えている。春の行楽シーズンにぴったりなこれらの新作を、3人の爽快なパフォーマンスと共に印象づけることで、多くのファンの心をつかむことができそうだ。ナンバーアンダーライン愛は、2024年に正式にデビューを果たした5人組のアイドルグループ。平野章、ガン太。 神宮寺ゆうタの3人は当初から中心メンバーとして活躍してきた。グループ全体の人気も高く、今回のマクドナルド CM は彼らの知名度をさらに上げる絶好のチャンスとなりそうだ。新ソースの特徴と楽しみ方。レモンハラペーニョタルタルソースは、ハラペーニョピクルスの刺激的な辛味が特徴。レモン果汁の爽やかな酸味が、 辛さをほどよく柔らげてくれる。チキンマックナゲットに絡めて食べると、ピリッと刺激的でありながら、後味がさっぱりとした味わいが楽しめる。たこ焼き風マヨソースは、カツオや青さの香りが特徴。和風の味付けながらも、マヨネーズの滑らかさが口の中で溶け合う。チキンナゲットに絡めて食べると、まるでたこ焼きを食べているかのような不思議な感覚に陥る。 大人から子供まで幅広い世代に愛されるソースと言えるだろう。両ソースともチキンナゲットとの相性がぴったり。ゴールデンウィークの外出時やファミリーでの団らんの際にぜひ手に取ってみてほしい。様々な楽しみ方ができるソースなので飽きずに何度でも味わえるはずだ。新 CM にも登場するナンバーアンダーライン i の3人が この新作メニューの魅力を存分に引き出してくれるだろう。爽やかでユーモアたっぷりの彼らの姿を見ながら、春の訪れを感じ取ってみるのも良いかもしれない。ファンサービスにもつながるかも。ナンバーアンダーライン愛のメンバー3人が出演するマクドナルドの CM は、ファンサービスの意味合いも秘めている。この三人は、アイドルとしての人気も高く、グループの中心的存在だ。 特に平野は俳優としても活躍しており多くのファンを魅了してきた。騎士と神宮寺もアイドルとしての実力は折り紙付きだ。そんな3人が揃ってマクドナルドの CM に登場するのは大きなニュースと言える。ファンにとってはお気に入りのアイドルたちが新商品を手に取り美味しそうに食べる姿を見られる機会となる。また、 三人の息の合ったやりとりや、チームとしての魅力も発見できるだろう。ファンサービスにもつながる内容となっているため、ファンの期待も高まっているはずだ。ナンバーアンダーライン愛のメンバーが出演する CM を見それずに、ぜひ最新のチキンマックナゲットとソースの魅力を感じてみてほしい。春の行楽シーズンにふさわしい、楽しい体験が待っているはずだ。